アレックスリー入場。はい、というわけで第1試合、無差別級選手権挑戦者、決定変則トーナメント B ブロックということで、先ほど6名の選手が出場しますと言いましたが、この6名を選抜するまでにすでにシングルマッチが6試合行われていると、はい、そのうちの後半3試合がこの日に行われるということで、この試合はその1試合目になります、アレックスリー対アキラという試合でございます。はい、これは自分の試合の前だったんで、うん、セコンドとかにもまあやっぱつけなくて、そうですね、でもやっぱ相手が正規軍だったんですごいハラハラはしてました。あの何してくるかわからないようにレフェリーがこの人一生懸命アキの入場。なんかまあ勝ち負けのことはもちろんですけど、やっぱその正規軍対正規軍の時って怪我とかが心配なので、あ、そうですね、これで勝っても変な風に例えば怪我しちゃったりとかして、うん、やっぱそのラストウーマンに響くようなことがあったりとかするのが一番嫌なので、うん、ちょっと心配でしたね、うん、やっぱり仲間、うん、同じチームとして。そうだよね、はい、試合前はセコンドつけないからね。そうですよ、うん、そう、あのこの日は結局、関口さん以外の MK5 の方々はみんなこのトーナメント戦に出ることになってるので、はい、そうだね、はい、秋野さんのセコンドが関口さんだけですね。そうですね、そうなんだ、あの最近アレックスアナウンスだから やる気がない。体でかいくせによく言われるんだねオリーヌ大変なんじゃないですか、あれ、ね、うん、おしゃってADJ だろか、そんないいもんじゃないだろうがそんなかっこよくねえわそうだまたでもレフリーがまたちょっとこの試合でこの人だと勝ち方考えないと。そうなんですよ、ね、まあ皆さんもだいぶ痛い目には遭ってると思うんですけど、ね、このレフリーやばいですもんね。ムチといいレフリーといい、ムチといいレフリーといい、はい、多分この後のその後にも出てくるんで、うん、多分みんなすごい思うと思うんですけど、最近かけが広いんですよ。へぇー、かけが声援も多いし、最近ぐんぐん伸びてきてるのがあるキャラ直されてるんですけど、本当にこのレフリーもかけが広くて、あ、そうなんですね、すっごい話しました。そこの見どころというところで皆さん注目していただければ、はい、かけるにひどいか、かけるにひどいか、本当に。いいですね。はい、アレックスリーはどこの国ですか。ボスニア・ヘルツェゴビナですね。ボス、どこにあるんですか。なんかあれですよ、ボスニア、ボスニア。ボスニアの方へ。すごい。初じゃないです。モスベニア初レスラー。入れてないです。入れてないから。手が入っちゃう。上や。好きです。モスニア。フルーツェゴビナ。フルーツェゴビナ。そう、ユーゴスラビア、東ヨーロッパ。ヨーロッパなんですね。東ヨーロッパ。世界各地行ってらっしゃるんですね。オーストラリアとかカナダとかアメリカでもやってますし、あ、そうなんですか。経験は確かに豊富なんですね。そうですね、正規軍入りしてからももう1年、あ、1年以上経ちますね。あ、確かに綺麗かもしれないけど、綺麗だけどプロレスはできないですからね関係ない。よく尾崎も言ってるけど、正規量が綺麗じゃないかな。ああ、言いますね。ねえ、関係ないね。ハートだよ。ハートが大事です。アキノさんめっちゃ言うですね。試合なんか表情見て。ああ、まああの屈伸筋の時にアキノさんもラッキーだと言い切ってました。はい。アレックスよりミオさんとシンディ。いや、なしないじゃないですか。おかしい。ねえ。女子レスラーで一番の美女は誰だと思いますか。へえ。今の現役ですか。まあでもそうですね、現役の方が強い。そうです。なかなか可愛いではないのかな。それぞれ好みが。いいんじゃないでしょうか。なんだ。はい。
気を使う業界なんで。すみません。2ヶ月、あ、引退まで2ヶ月なんだからあんまり荒波かぶってないですからね。そうですね。はい、今これは弓上げですかと思ってた。私が荒波食べてた。すみません。やりにくくなっちゃいませんけど、全然全然僕も選手の皆さんを尊敬してやまないので。うまい。そうですね。美女とかそういうわけでもなくて。だってこれそれで何か言ってあれですよ、一番成績に何かするのが怖いですからね。確かにね。まあ、何かんだかって思います。私たちじゃないのかっていうのがありますから、ね、社内のパワーハラスメント。一番敏感ですから。チームとしてアキノさん、はい、安心感がある。やっぱりありますか。あります。はい。アキノさん本当に業界一後輩の面倒見がいいレスラーだと思います。それを園子さんに話したら、園子さんがいやアキノはね業界一先輩の面倒見がいいレスラーなんだよって。そうですね。いや本当そうだなと思いました。そうですね。そうですね。はい。なんかそういう信頼感も信頼感を含め、うん、なんか本当に安心できる。出た出た。こっちですよね、気をつけなきゃいけないのは。お選手を離れてください、離れてください。びっくりになってる、この状況は。うちですよ、なんか別の時に。お下がりください、下がりください、気をつけてください。これだと大変にしてから、選手を離れてください、選手から離れてください。あのね、見えないところから急になんか無視で無視で。お下がりください、お下がりください、お気をつけください。これすごいってすごいから。一応上げてください、お下がりください。ピーはいないのかな。ポジさんは尾崎さんの試合じゃないか。あ、そっか。うん、試合はどっけか、どっけか。ポジさんは尾崎さんの施設マネージャーであって正規軍っていうわけじゃ本当はないらしいです。あの僕も雇用形態よくわかんないですけど、っていう風に言ってました。そう、あの政治局とは別の子で、小崎さんの個人的なマネージャーだ。あ、そうなんですね。そうなんですね。なのでこういう時に出てこないんですね。中野政権のメンバー、これも今反則だったもんね。ああ。アレックスさんも蹴り使いますからね、結構やっぱり体大きいから蹴り重いですよね。一気に、ちょっと一気に形勢が、はい、実践されちゃいますね。さっきの余裕が、秋野さん、ねえ、すごいね、確かに沖縄が長いですからね、さこの間17月15日から知られたことじゃないですけど、ね、そうですね。おー、うわあー、どうだ、何ですか。あのこの人はね、そうなんですよ、ずっとスタンスなんですよ。スリ乗りましたからね、今。そう、マイク拾ってないですけど、本当に秋野さん、すっごい苦しい声出したんですよ。二度打ちに入った時の声を出していて、しっかり起き上がれなくて。とか、お二人ともじゃあ、アレックス選手のこれは食らったことがない。ない気がしますね。はい。入ってくる。ああ、また。いやー、この辺は全然関
係ない、トーナメントにも出てない2人が。そっか、そうなんだろう、マジで。おお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 おわかんなくなってきてるね。待機からのカウントが2と、あ、でも一気に引き返しましたね。うわー、うわー、力いっぱい、ワン、ツー、スリーというところで東選手、ちょっとアキアンプロイヤー8分29秒勝者秋野、8分29秒アキアンプロイダーからの片指固めで秋野の勝利、秋野が無差別級次期挑戦者決定戦ラストウーマン出場決定でございます。はい、よかった。そうですね、そこはね、秋野さんの方が結局今回そのラストウーマンに出る選手見ると、はい、図らずもその各オズの中で各チームに所属しているんです。マイクが、てめえみたいな人の邪魔しかすることができないならさ、さっさと帰れば。おい皆さん、今日この意味が分かりますか。今日自分がここで勝った、次名古屋ラストウーマンスタンディング最後になっているのはこれは秋野だ。そして9月の横浜分隊メインで志田光を破り、この年にベルトが巻かれるからしっかり見に来いよお前ら。やっぱかっこいい、かっこいいね。すごいかっこいい、気合の入ったコメントですね。はい、さすがの秋野さん、もうこの方は次にやること、その次にやること全部分かってんですよね。そうですね、いや本当に頭がいいです、うん、秋野さんはすごく、うん、でも先も読めてるし、うん、